調子悪い時どうしたらいいですかと。自分の感覚をちゃんと操れない選手が感覚を戻すなんてもう無理なんですよ。2パターンあります。あ、いっちゃいいですね。さあ、行くぞ。最近、お腹の筋肉落ちてきたな。どうも、稲村です。またどうでもいい。はい、ということですね、本日はですね、まあよくね、もう野球やってるとよくあります、スポーツ業界全部です、調子悪い時どうしたらいいですかと、もうすごい悩みがあるんですけど、そもそもね、調子悪い時に自分のその感覚を戻すっていう作業がまずすごい大事じゃないですか。でも自分の感覚をちゃんと操れない選手が感覚を戻すなんてもう無理なんですよ。っていうので、まず今回ご説明するのは、あのね、自分の感覚通りに触れてるかっていうところをチェックしてほしいんですよ。そうです。これを、まあ、あの僕と、まあ、シモニーが実際にやるので、だからそれで感覚がちゃんと合ってるのかというところをチェックしたいと。もうね、やる方法は一つ、インコース高めを振ります。インコース高めを地面と平行に触れるかどうか。だからこういうのがしっかり自分の感覚が分かってから、やってほしいなと。要はバッティング練習とかにも入ってほしいなと思うので、ぜひその感覚皆さんチェックしてみてください。早速いきます。はい、ということで、まずね、その自分の感覚が合ってるかどうかっていうのをチェックしてほしいのは、まずインコース高めをですね、肩乗せてほしいんですよ。こうバットをまず肩乗せて、このインコース高め、まあインコース高めなんですけども、この自分のこの肩、この肩のこのライン、ここにボールが来たと思ってほしいんですよ。いわゆるデッドボールですよ。でもここを本当に水平にスッとこう振ってほしいんですよ。水平にスッと、めっちゃまっすぐ、それめっちゃまっすぐ、ちょっと横行きますよ。水平にスッとスッと、どうですか。まっすぐです。まっすぐですよね。まっすぐです。これをですね、やってほしいんですよ。簡単じゃないんですか。はい、プロはその言いようとしてはできない人がいるってことですね。そうです。もうね、本もやらせなしで普通に振ってください。はい、普通に肩のこのライン、はい、これできる人もいるんで、できない人ももちろんいるんで、はい、ステップとかも踏んでいった方がいいですか。あ、ステップも踏みました。いいですね、いいですね。おー、いいですね。はい、こっち見てください。そうですね。はい、お願いします。浮き上がって見つけます。おお、うまい。おお、シモニーは、はい、シモニー、めちゃくちゃ優秀ですね。あ、マジですか。めっちゃ優秀です。地面とだいぶ平行に出てました。あ、ほんまですか。なので、次はですよ、次は3つ試してほしいです。まず、バットを上からいわゆるこの棒のように出してください。こう、上から叩きつけるスイングです。はい、この上からこう、いわゆるダウンスイング。で、次は地面と平行のレベルスイングしてください。で、最後は思い切って下から振り上げる。インパクトゾーンまでインパクトがあったら下から思いっきり振り上げるイメージ。はい、はい、この3つを、この3つやるんですか。やってください。で、大げさにやってください。大げさに、はい、お願いします。いつも通り普通に振り上げるために上からます。お、いいですね。次は動きますか。おー、いいですね。おー、いいですね。次はアップします。おー、いいですね。おー、いいですね。どうですか。めちゃくちゃいいですね。逆にダメな例になれなかったですか。いや、ね、このね、下から振ってくださいと言った時に、下にバットの軌道ってどんな軌道を描いてたのか分かりますか。どんな軌道。下から上ですよ。そのまんまですよ。そうですよね、はい、下から上なんですけども、はい、この時に大事なのが、このね、バットって一回こうやって上から絶対入ってるんですよ。ああ、まあそうですね。そうですね、絶対上からこうやって入っていって、最後上に向かって振り上げてる。そう、そうです。この感覚って自分でちゃんとこう下から振るってなったとしても、手は上から入ってきてるっていうことを理解しないままバットを振ってるとこまずいんですよ。
言ってることは分かります。分かりますか。まさに僕が今自分で思ってた意識は、まあ、僕が下から上に持ってるだけみたいな。そうですよね。それがダメな意識。そうです。例えば多分シモニーはこういう感じだと思うんですよ。イメージ的に言うと、もう下から上じゃないですか。はいはいはい、確かに。だからこんな感じだと思うんですよ。でもバットって絶対こう上から入っていって最後アッパーっていうわけじゃないですか。そうですね。でシモニーはすごくこう、まずダウンスイング振ってくださいってめっちゃいい感じだと思うんですよ。でレベルもすごい地面に対して平行に振れてるんですよ、はい、でこのアッパーのこのアッパーの時のこの軌道、はい、後ろのこういう軌道でたどってこう上がってるよっていうところはちょっとなんか薄い感じないですか。薄いですね。やっぱ一番馴染みもない形のスイングではある。そうですよね。ただなかなかねもうすごい優秀だったのが非常に、はい、平行に振ってくださいって言って、はい、マジで平行に振れるんですよ。でこれちなみに、はい、平行に振れない人ってなるとなんですか、上行ったり下行ったりするんですか。そうなんですよ。 よくありがちになりましょうか。平行に振ってください。まず肩乗せるじゃないですか、はい、肩乗して平行に振ってくださいって言ったらまずこうなる人がいるんですよ。こうなって平行に振ってくださいってなったらもう こんな感じのが自分の中では平行と思ってるといいんですよ。これ平行じゃないじゃないですか。その動作をこう見せられると、あ、絶対そういう子はいるなっていうのが分かります。そうなんですよ。で、はい、平行に振ってくださいって言っても手が下がって、これが平行と思ってもいいですよ、10年に対して。はい、だからこの感覚をまず整えてあげないと、じゃあはい今からバットをこう出してって言っても無理じゃないですか。無理ですね。そもそもの感覚がずれてるんで、その感覚を整えてやる作業をしてやらんことには絶対にそのバッティングで修正するっていう自分の感覚にたどり着かないんで。だからここ行ったら結構こんなのシンプルじゃないですか。シンプル。肩乗して、はい、インコースとかね、自分のデッドボールのインコ、あの肩のラインをこう振ってください。これですよね。これをまずやってほしいんですよ、調子悪いとって。だから自分のイメージ通りにここのここを例えばスパーンとこうやって振れている子はもう合ってるんで、一致してるんで、じゃあこうやって振れているのやったら次まず普通自分の構えからもう一回そこ振ってごらん。これめっちゃ平行じゃないですか。平行ですね。平行ですよね、これ。平行です。だからこういう風に自分でこの感覚を分からないとダメですよ。自分はバットを地面と平行に振れてる、この誤差、この感覚をしっかりと分かった上でさあ直しましょうなんですよ。だからここがねずれる子が非常に多い。例えば調子が悪いなってもうこれはもう完璧にまっすぐもう振れますよと、はい、もう振れるんですけども、調子が悪いっていう子っていうのは、まあ、違うそのあるんですよ、やり方が。例えば自分のそのポイント、自分のポイントに、はい、バッとこう合わせに行ってみてって言った時に、本当無意識なところなんで難しいんですけども、例えばねこのボールがあります。このボールに対して、はい、じゃあ低めの球下に一回来てもらっていいですか。2パターンあります。ボールのパスをしまっていいですか。そうです。もうちょい下ですか。はい、これをですね、これじゃあうちに行ってという時にこういう風に手で出すでしょ。はい、はい、もう一個足を沈めていって出す、はい、これって何気ないちょっと足だけなんですけど、この低め打つとかこうやって足でちゃんとこういう風に入っていってバットを出すっていう発想の子っていうのはすぐ戻るんですよ、調子が。だからこれを例えばこうボールじゃないですか、こう下にこれ覗いてもらっていいですか。下、真下、真下、はい、なるほど。こうめっちゃいいですね。はい、下に素晴らしいです、ありがとうございます。はい、今ね下にこうあるじゃないですか、はい、覗いてって言った時に最初こうやったんですけど、最後こうやったじゃないですか、はい、膝曲げたじゃないですか。曲げました。これね、やってみたら面白いんですけど、はい、これボールの下見てって言ったらこうやる方がいいんですよ。いや、膝曲げたらめっちゃ見やすいやん。だからバッティングを例えば整えるとか、バッティングをこう良くするにあたって、じゃあまずそもそもこの例えばボールをこう下から見てって言った時にこういう発想しかならないっていうのはこう結構まずいんですよ。ってことは足をしっかりと使ってそのボールに対してこう捉えに行こうとしてるかっていうところまで見ないとダメなんですよ。なのでこの自分の感覚を例えばねこう整えるっていう作業をしない選手がめちゃくちゃ多いんですよ。
だって物を持ってるんで、この物を持ってるっていうことは、この物をうまく扱うことが必要ですよね。それは自分の手は動かせれるのに、物を正しく動かせれない選手っていうのがほとんどなんですよ。この感覚が優れてるのがプロ野球選手だと思うんですよ。でもなかなかこれって優れないですよ。そういうことをしないから、感覚を整える作業、これ武井壮さんも、ね、おっしゃっていたんですよ。目に見えないところをどううまくするかっていう、まさにそれやなっていう。だからまず真ん中高め、アウトコース高め、インコース高めを、その例えばお父さんお母さんにこうやってもらうんですよ。ボールにこうやって、はい、ここ振ってごらん。だからこの、はい、ここに対してちゃんと当たってるかっていう、そのチェックもちゃんとできないまま物を打つっていうのは、これは良くないです。ああ、間違ってもお父さんお母さん手を思いっきり打っちゃダメです。打っちゃダメです、打っちゃダメです。最後にそれだけちょっとやりますか。棒で例えば真ん中インコース高め、アウトコース高めってやったらちょっとしんで、下2位は僕がちゃんとその目線当たってるかどうかチェックしてほしいんです。なるほど。今僕がこうしとったらいいの。あ、そうです、そうです。動いていいの。あ、こうやったらね、当たってますね。当たってますよね、はい、だこの感覚が優れてるかどうかなんですよ。はい、当たってますね。当たってますかね。当たってますね、棒に。あ、いいですね。いいですよね。いいですね。いいですよね。これなんですよ。これね、本当に当たらないか当たらないですよ。棒と平行で見たときに全然違うとこ振ってるってことですよね、はい、そういうことです、そういうことです。なのでこういう風に調子悪い子っていうのは、こういう棒とかで自分の感覚を照らし合わせた方がいいです。一回これで振ってみます。僕は分かんないですけど、カメラ越しやったら分かるのか。分かんないです。僕の棒が平行かどうかも今分かんないです。一応調理がチェックしてますからということで、そんな感じで調子を整えるのに、まず自分の感覚を整えようですよ。相手と戦う前に自分の感覚を整えようです。これがすごい大事なので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、感覚をね、説明していきました。やっぱり難しいですね、野球ってね。だ、例えば走るとかだったらね、自分のその何も物を持たずにこう自分の感覚で走れるんであれなんですけど、難しいですよ、バット持って、そのバットをうまく扱おうとするんで、これ難しいですよ、野球は。なのでそのね、これは結構誰でもできるかなと。棒を出してそこ当たってるっていうのをチェックするのは、誰でもできるんじゃないかなと思うので、ぜひこれは参考にしてもらって、調子悪い子っていうのはまず自分の感覚をね、整えることがすごい大事なので、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。これからも頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、いや本当にね、12月は忙しいんですよ。団体指導いっぱい行きます。熊本、宮崎、大分、野球教室しに行きます。なので何かこう団体指導ミノルマンと会ってみたいという方はメッセージいただければ、団体指導行きたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さん、お待ちしております。以上、料金はかかります。そこはお伝えしております。本当に絶対一生に残る指導はしてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録のよろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。